皆さんおはようございます。沖縄平和トーキング、毎月第4金曜日はパーソナリティ与那覇恵子でお送りしています。そうですね、今日は12月のもうね半ばに来てますけれども、暖かいですね。昨日はかなり寒かったですけれども、お二人ですねゲストをお迎えしています。まだちょっと今遅刻かな。はい、自己紹介をですね比嘉盛人さんの方からお願いしていきたいと思います。はい、こんにちは、比嘉盛人と申します。今日は与那覇先生に呼ばれてですね、お話をすることになりました。簡単にちょっと自己紹介するとですね、私は旧石川市の出身です。今うるま市になりましたけれど、で内地で生活協同組合の仕事をしてまして、20年ぐらいですかね、関東でパルシステムという生協の農産の担当とかやってました。で、その時に、実際には農業と食に関わる仕事とかいろいろやってましてですね、で、沖縄にやっぱり仕事したいということで11年前にで沖縄物産企業連合という物産の会社に、戻ってきました。でそこで例えば今スーパーで売られている豆苗ですね、その野菜の、今の新しい近代農業のやり方も一緒に立ち上げていったりとかですね、いろいろやってきました。だけどやっぱり仕事だけではなんか沖縄の社会は良くならないなということで、プライベートの いろんな社会運動もやってきましたので、今日そういうお話もできたらいいなと思ってます。はい、はい、ありがとうございました。あ、間に合いましたね。城間英子さん、はい、自己紹介をお願いします。はい、はじめまして、今日はFM 宜野湾での、収録放送ということで、私本当に喜んで参加させてもらっています。城間英子と申します。今ワーカーズの方で10月からお世話になっているので、今日は楽しみにしてまいりました。よろしくお願いいたします。はい、これまでお仕事は、はい、ですね、3月まで那覇市社会福祉協議会の方で子どもと地域をつなぐサポートセンター糸ということで子どもの居場所支援をしておりました。はい、リタイアなさって。そうなんです。今年が、はい、今年3月で、還暦退職ということで退職をしまして、その自分のセカンドライフとして、今後どうしていこうかなと思った時にワーカーズさんの方から声かかってですね、はい、今10月から仲間入りをさせていただいております。なんか還暦には全然見えない若い彼女ですけれども、そうですね、これまで平和トーキングもうここ2、3年ですね、ずっとコロナでしたのでマスクでずっとやってたんですけども、今日からはちょっとマスクも外していいということでですね、初めてマスクなしの放送になっています。はい、ですね、この比嘉盛人さんですね、はい、前ちょっとお会いしたかなと、しかも先生と呼ばれたんですけど、ってことは明陽大学でお会いしたことが。そうなんですよね、はいはい、ひどいですよね与那覇先生、自分のこと忘れてますね。いや私もリタイアしてもう2年3年、まあ、そうですよね、2年3年近くなるのになりそう。実は、5、6年前ぐらいに、はいはい、出資法、農業の種子を、はい、野菜の種子を守る法律がなくなるということで、うん、はい、で沖縄の食と農を守る連絡協議会というところを立ち上げまして、うんうん、で先生のところに学校にですね、みんなで講座ができないかと、勉強会ができないかというところで先生にお話ししたら、先生がもうすぐ快諾いただいて、そこで初めてお会いしてます。はい、いろんなですねちょっとした学習会とかやってたんですけど、出資法かなり印象深かったですね、うん、怖いなと思いました。そうですね、この怖さっていうのはどういうところにありますか。多分その先生が今テーマになさっているこの平和に全てつながると思うんですけれど、亡くなった安倍さんが政権に変わってから特にひどくなっていったんですけど、規制改革会議ってありましたね。であらゆるその、公共のものを民間に
門戸を開きなさいと、うん、で朱子法も実はその前段で、うんうん、朱子を、持つあの権利というか、それは民間側に広げるとビジネスのチャンスになるから、うんうん、公共で守ってる趣旨も一緒に民間に提供するために、うん、まずは公共の、趣旨を守る法律を一回排除しましょうと、ですよ、ね、それをなくそうっていうのが趣旨法廃止だったんですよね。2018年ですね、4月の1日、うん、そうすると私たちが、はい、あの種を買って、はい、勝手に植えることも許されなくなるというふうに、はい、あの実は今、先生がおっしゃってるポイントのところは、種苗法の改正だとか、はい、農業、競争力支援法とかって、うんうん、その種子法をまず大元の基本の法律をなくしちゃうと、先生がおっしゃったように、うん、今自由に植えたり増やしたりする権利を、うんはいはい、あのこの種苗法によって改正して使えなくするような流れになってます、うん、そうですよね、はい、あのね、うん、あの食料もだいたい安全がね、あの守られてきてないので、はい、自分のね、あの自家製のものを食べたいなと思って、ね、何かね、うん、あの買ってきて種を買ってきて植えるってことが自由にできなくなると困りますよね、うん、本当に、ね、2つやっぱり問題点がありまして、1つは、今種子の市場、市場ですね、はいはい、流通の市場っていうのが6割はあの全グローバル企業、大手グローバル企業に抑えられてるんですね。あ、種が全部、はい、6割が、はいはい、あの除草剤で問題になってるモンサントというところがバイエルンに買収されて、はい、バイエルンというのは本当はケミカルメーカーなんですよね、戦争するときに化学薬品をいっぱい作ってたところ でモンサントも除草剤というのはあの 24D、あのベトナムの除草剤、はいはいはい、つまり枯葉剤と言われているものを作ってた企業、もともとの企業なんですよ。このバイエルっていうところですか。そのバイエルにモンサントです。モンサント。だからそういったその、戦争の時に やってた企業が、うんうん、そのケミカル企業とか種子の企業に、あの農薬の企業に変わっていったんですね。で農薬とセットで種子を、使えるように、だから、除草剤をまいても枯れない大豆だとか、トウモロコシだとか、はい、だから一緒にセットで売るんですよね。で、桜井邦俊先生、国大のこちらにも、はい、ゲストでお迎えしましたけれども、はい、あのバイエルンはモンサントをこう買収して一緒に傘下に入れたんですよね。バイエルンってよくご存知のようにあの、うん、薬をあの製造するメーカーでもあるんですよね。どういう薬ですかね。あの例えば、あの今、自分たちがワクチンとかやってますよね、あの、はい、基本的な基礎薬品なんかがそうですね、あの抗生物質ありますよね、あの、そのカビとか ああいうのもやっぱりそのバイエルンが世界中を制覇してるという、うん、だから結局その除草剤で被害が出ている人たちはまた薬をこのバイエルンから買い取ることになるから、種を抑えて、その、実際にはあの除草剤農薬も売って、で薬も売ってこう3度も起きてるって、あの桜井先生あの皮肉って言ってましたけどね。あ、そうですか、うん、でそういう形の流れを、日本の政府はやっぱりあの追随する形で規制改革っていう名のもとに、種子法をなくして、で種苗法で、一般の人たちが農家がね、その種子の増殖、自家増殖っていうんですけど、はい、それをできないような仕組みにしたと。はいですね、もう規制緩和、規制緩和ってもうずっと日本は掛け声かけ続けてきてますけど、うん、結局規制緩和し続けたあと何が待ってるかって言ったら大企業が独占していくっていう仕組みですよね、うん、そうですね、うん、あのこの前も、まあ、国鉄がもちろんそうですよね、はい、で赤字路線が最初に始まった、はい、そうです、赤字路線がみんなやっぱり、だんだん今度は潰れていくんですよね、はい、で郵便局 JP がありますね。そう、小泉時代の。そうなんですね、はい、でそうすると、今度は、
小さな ATM だけが少し残って、地方の郵便局がなくなっていって、なくなってくる、そうですね。でお昼休みの時にみんな休みになってる、うん、普通自分たちはあの一生懸命仕事して休みに郵便局とか役場行きましたよね、うん、そうですよね。そういうサービスも全然考えないで なくなっていくと。あと水道法ですよね、先生ご存知だと思うんですけど、あれも民間に出すと怖いですね。これ、うん、本当にこれから実現するんですかね、水道がもう民間企業が握ると、うん、はい。だけど今そのスピードが落ちてるのは、フランスとかヨーロッパは一回それに民間に渡したんですね。そうですよね、失敗したんですよね。失敗したんです、でそれをやっぱり様子見見てるんですよ、企業なんかが。だから水道管が錆びていったらみんな変えないといけないですよね。 それをしなくなったらどうなるんですか、民間がね、儲けだけを考えて。そういうことですね。だからもう水とか食べ物とか、うん、それが全部企業に握られていくってことですよね。そういうことです、うん、そういった関わり合いの中で先生のところに種苗法 の、あの意味合いをみんなでやっぱり検討しようということで出会ったのがそうですね、院薬さんが。そ そうです、院薬智也さんがですね。そうでしたね、はい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 。だからそういった意味ではやっぱり今平和とか何かということは、資本主義経済との要するに民間、自分たち市民がどう戦っていくかということなんだと思うんですよね。小さなことなんですけど、そうですね、うん、なんかあの市民の権利がどんどんなくなっていくような、うん、今世相ですね、はいはい、うん、と思いますね、うん、で結局ゲノム編集とか、そうですね、それから何ですか、添加物の無表示とか、そういうのもだんだんこう悪い方向になっていますよね、はい、先生もよくスーパーとか、はい、買い物なさると思うんですけど、裏見ますよね、裏の普通見ますよね、見ますよね、はい、だからそれが目安じゃないですか、はいはい、安全かどう か、どうか確認ですね。そうすると今までは、お豆腐なんかの大豆なんかに、この遺伝子組み換えでないとか書かれてましたね、不分別だとか書かれてたの、うんうんうん、それが排除されていく。であと添加物不使用、あと添加物がどういう添加物が使われてるっていうのが書かれてないってことですか。そういう、そう、例えばパッケージに、うんうん、添加物不使用という表示がなくなるんですよ。はあ、今そういうこういうので買いますけどね、添加物不使用だったら買おうみたいなね、はい、だから私たちの権利なんですよね、その情報を知る、そうですよね、はい、お金を出してるわけですから、ちゃんとした情報をもらわないと、そういう権利ありますよね、そうですね、それがなくなる。だからさっきの理論と一緒で、やっぱり添加物を入れた方が長持ちするし、商売としてはやりやすいんですよ、この添加物の表示の委員の中に入っているのは、もちろんセブンイレブンだったり、大手のイオンだったり、そういうその大きい企業が入っているんですよ、その委員に、表示の委員に。やっぱり利益、不利益になることは言わないですよね。そうですよね。であとそういう添加物を作っているメーカーとか、そういうのはやっぱり今の政権 などのところの表にはなっていくので、そういったところの規制緩和みたいなところの流れもにも、この添加物、あとゲノム編集のところは、先生が先ほどちょっとゲノム触れたんで言いますが、さっき言った6割を握っている種子メーカー、はい、ケミカルメーカーと一緒なんですが、はいはい、これが遺伝子組み換えの開発をしてるんですよね。で遺伝子組み換えってなんで何が悪いのとかっていう意見も半分はありますね。それはもう原子力の、理論と一緒で、確実にそれが安全かどうかを言えてないときに、うんうんうん、その体制が取れてないときにそれを導入すると、はいはいはい、もう多分先生たちがやっぱりこうやっぱりおっしゃってる予防原則、予防原則の考え方が日本の民主主義の中にはやっぱり根付いてないんだ、うんということだと思うんですよね。そうするとゲノムの表示をちゃんとやりなさいよ、今までその 5% 入っても、それは不可分の、可能性があるから、でもそれでも表示していきましょうという流れ、これをねなくそうっていうんですよ。あ、
いやなんか得体の知れないものを買わされてるってことに大きく言えばなりますよね。そうです、あの蓋をしていくんですね、見えないように。そうですね、それであの、うん、ね、この添加物が使われてないとか、それから本当に自然のもののだけが原料になってるか、から高いんだよみたいなのがあって、あ、ね、あ、これ高いのはこういうことかって分かって買うのとですね、意味も分からずになんか高いな、なんかどうなってんだろうと思いながら買うのとでは全然違いますよね。だからその、メーカーさんが一生懸命努力して添加物を減らしているにもかかわらず、同じあの判断しかできないんですよね。そうするとなんか、あとはもう何でもあり、何でもあり、もうそういう努力もしなくなりますよね。少々高くても、あのそういうことを表示することによって買ってくださるということでやってるはずなのに、もうそれもやらないでいいよとなると、ね、それからすると本当にあの消費行動、私たち の, その生活者の視点、消費者の視点っていうのはものすごく大事で、そしてやっぱりあのどんどん声を上げていく、で私たちが望むものはどういったものなのかということをしっかり明確にあの作ってる側にもあの、まあ、もちろん感謝もしつつなんですけど、やはりあの利益利益だけの一辺倒ではなくて、もっとあの私たちの健康やその長い意味でのその経済の在り方的なことまで、あのしっかり考えていくっていうことが大事なのかなというふうに思いました。そうですね、本当になんかあの安倍政権下では本当にいろんな悪法が作られましたけど、種子法もその中の一つですね。でもやっぱり種子法なんていうのは本当に職にすぐ直に響くことですからね、そうしますと、あの比嘉さんはこういう種子法の取り組みもあのしながら、その他どのようなあの地域の活動をなさってきたんですか。ですね、あの今、まあ後でお話が出ると思うんですが、あの自分たち一人一人の働き方ってすごく息苦しくなってきましたよね。だから一人一人が働くということがどういう意味なのかなということをすごく自分のテーマとして持ってまして、でそうすると、ちょうど巡り合ったのが先ほどおっしゃってた6年前から関わってるんですが、ワーカーズコープという労働者協同組合ですね、共同組合運動というところに自分は、やっぱりもう一回あのちゃんとあの本格的にやってみたいなと。ああ、そうですか。ではこの話はまた後ほどですね、詳細を伺いたいと思います、で、あのエリコさんはですね、あの私エリコさんとの出会いはあのニューウェーブトゥーホープというね、あの小さなね、あのどんな組織というよりは何て言うんですか、市民グループですね、あの平和を求めるでしたね、そこら辺も含めてですね、これまでやってきたことなどについてちょっとお話し願いたいんですけども、ありがとうございます。今あの30過ぎている私の息子が、まあ小学生の頃にですね、私はあのコープ沖縄の、組合員理事というところで、あの活動させてもらう中で、あの広島と長崎へ の, あのピース交流、平和交流というのがコープの中で、コープ沖縄の中でありまして、私はそのあの原爆が投下された日 の, あのセレモニーも含めてですね、その時にあのコープの理事として参加させてもらったことがあったんですよ。でその時にあの被爆者の方から、あの戦争は一体何をもたらしたのか、自分たち の, そ の, あの被爆者としてのその苦しみですね、であのなぜあの戦争に突き進んでいったのかっていうようなことをあののお話があった時に、私たち沖縄はあの翻ってみて、あの基地問題、本当にそのあの私たちの子どもたちの脅かされている状況っていうのもありつつも、あのその戦争に向かわないための努力っていうのはやっぱりあの日頃からの私たちがあの子どもたちを育てる中での教育だとか、その日常生活の中でそのあの為政者がどういう方向、間違った方向に行かないようにしっかりとウォッチしていくことが大事なんだっていうことをすごく気づきまして、そこからあの、まあ、ガマを回ったりですね、あの平和委員会というところに所属させてもらったりとか、いろんな形でその沖縄の沖縄戦を振り返ったり、そして今
にある状況というのはそこから連綿と続いているものがあるんだということをですね自覚するようになってですね、あの憲法9条もう本当に護憲の立場でですね二度とあの過ちを犯さないためにはあの私たちがしっかりとそういう声を上げることアクションを起こすことが大事なんだなっていうことで、まあ、辺野古に行ったりとかいろんなことありましたけれどもそのニューウェーブトゥーホープでも、うん、辺野古ピックニューウェーブトゥーホープも私たちがね付けた名前はあれは、はいあのはい、希望に向かって希望に向かって新しい波を作ろうと、はいはい、そうですね、はい、でいろいろね、まあ、紆余曲折、はい、もうすごくいろんな、これまでの平和運動とまたちょっと一味違ったような、うん、新しい視点で辺野古ピックに行くとかね、名言って、いろんな、はい、そうですね、もっと気軽に、うん、私たちの暮らしと、うん、その政治やそういう難しい問題が全部直結してるんだと、うん、いうことを実感できるようなことっていうふうにやってきた中で、うん、だから私の中では自分のライフワークは平和運動だ、平和活動だっていうふうに思っていたんですが、うん、その、2016年に子どもの貧困っていう大きな、うん、全国の2倍沖縄が、貧困率が高いということでの、うん、すごいセンセーショナルな報道がされた時に、うん沖縄の中でその大きな予算が降りてきたっていうところで子どもの貧困問題に対しての施策が行政を挙げてすごく取り組まれるっていうことで私はその時に那覇市の社会福祉協議会におりましたのでその福祉の中で子ども分野でいろいろ関わっていく中でですねこのような、格差とか、そういうさっき比嘉さんからもあったようなその資本行き過ぎた資本主義経済の中でのそのいろんなつけが沖縄の中にもあるんだなというところで非正規が多いとかですねそういったところで生きづらさ苦しみを抱えている家庭その中でやっぱり子どもたちが本当に、うん困っている寂しい思いしているとかいろんなことがありましてそこで今全国でも広がっている沖縄でもとても広がっている子ども食堂子どもの居場所づくりですねそこの支援というところで関わってきたのが6年前ですねでその時にからすごく仕事が、まあ、忙しくなりまして自分のライフワークをなかなかもうプライベートな時間がないぐらいにとにかくもう全力投球してきたものですからそこら辺に関してはすごく自分の中でもじくじたる思いがあってでも必ずこの子どものために今仕事をしているってことは必ず平和やその子どもたちの未来にもつながることだっていうことで自分にも信じてですねこれまでやってきてで福祉の中にいるとやはり平和は最大の福祉であるっていうことも実感できましたしコロナがのコロナ禍になってからではですね沖縄も皆さんもご承知の通りすごく大打撃を受けた人々が沖縄ではたくさんいまして私もそういった窓口に担当された時には本当に3日間何も食べないで飲まず食わずでいるっていう状況も聞いたり収入がゼロになってしまったその時に一番感じたのがやはり非正規の方たちのもう悲痛な訴えなんですねすぐもう雇い止めになったでもう仕事を失ったっていうようなところがあって子どもの居場所の方もこのコロナの感染も注意しながらではあるんですけどお弁当を配布したり食料支援をしたりですね少しでも子どもたちに学校休校中の食料をどうにか届けようとかですね親御さんの困りごとを聞いていこうというような大きな動きが子どもの居場所でも子ども食堂でもあって本当にコロナがこの ただでさえ困っている状況 の家庭やこの、子どもたちにですね追い打ちをかけたっていうこと でそういった困っている困窮状態がですねにある子どもたちの状況が可視化されたっていうようなことで居場所の方々は口々に言っていてで何かできることはないか地域でできることはないかっていうことでずっとずっとこの間取り組んできたっ
ていうのがありました。わ、はい、かりました。まあ、あのワーカーズってことはやっぱり働く人たちですよね。ワーカーズコープ ね、 そうですね、はい、この先ほど出ましたあの働き方改革っていう言葉が出ましたけれども、はい、この働き方改革ってやっぱり安倍政権の時からですね、はい、そうですね、今ちょうどあの CM になりましたので、はい、ちょっとあの止めたいと思います。はい、先ほどですね、あの働き方改革っていう言葉が出たんですけど、あのこのことについてちょっと東さんからお話伺いたいんですけれども、はい、あの先ほどその、まあ、小泉さんの時もそうですし、安倍さんの時もそうだったんですけど、はい、働き方改革っていうのはが働かせ改革とよく言われるんですよね、はあ、うん、あの視点としては市民が働いている側が、どう良くなっていくかという、うん、働いていくかって話なんですけど、うん、でもよくよくこう内容を見ていくと、企業がどう働かせて いくのかで、そういうその理論がですね、どうもやっぱりその経営者なり株主なり、うん、そういう社会の、動かしていると、
いう立場の人たちが、この法律を逆に使いやすいようにしてるんじゃないかなと、やっぱり思うんですよね。っていうのは現実問題、コロナもあって大変ではあるんですが、非正規、先ほどえりこさんが言っていた非正規率、多くなりましたね、日本本当に圧倒的にですね、いつの間にか、若者でさえも非正規多いですよね、さえもというか若者こそが多いような感じの今の状況ですよね。そういった意味ではもう日本全体が 40% 近くになっていて、沖縄はそのさらに5ポイントぐらい高いんですよね。で特にその女性の若い世代、20代30代はもう当たり前になっていて、難しいかもしれないですけど、今その、若い世代の自殺率がすごく多いんですよね。10代20代、特にそこがコロナの影響もあって際立っているんですが、特に20代の女性はすごい、コロナ期には多くなりましたね。多くなってます、全体の中の比率の 30% 近くになっていますから、そうすると働いていく中ですごく一番大変になっている世代なんですよね。若い女性の方に非正規が多いという状況があるわけですね、そういうことですね、でもちろんその、人のコミュニケーションが阻害されていて、特にこう、語学が話す力がやっぱり身についているのは女性の、男性よりは女性ですから、おしゃべりがもう大好きですもん、女性は、そのユンタクによって人の自分の心の解放だとか、そうです、人のコミュニケーションのあり方とかって、もう人間らしく生活をしているのが、どうもやっぱりそれが抑えつけられる社会になっていって、孤立していきますよね。そうおっしゃる通りですね、その孤立する流れが、この働き方改革というところにフォローできてないんですよね。要するに例えば、みんなが働けるようにするために仕事をこうシェアしましょうと、だから、週休2日いやもしくは3日という働きにしましょうって言って、でじゃあ雇用の場所をもう一人増やすという形になると、今度は収入が減るんですよね。そうですよね。それは労働時間は縮小しますが、収入も減ると。で一緒にだから収入を上げていくというのが旗振りだったんですけれど、1500円まで持っていくという、そういう流れ方の一環として、それがトータルで進め、両輪でトータルで進められたら、それはうまくいくんですけれど、そうはなってない。そうですね。ヨーロッパで聞いたのは、ゆとりが経済的にゆとりがある中で、やはり時間が欲しいから、非正規じゃないけども、何時間働くっていうことの、制度があるということで、そことはまた違いますよね、日本の場合は、今の状況は。状況はそうですね。全然その物価も上がってるけれど、ゆとりのない中で非正規、そういうことです、収入が足りないので、どうしても働かざるを得ない、ダブルワーキングとかですね、そのダブルワーキングがちょっとその規制改革の方でいくと副業 OK よっていう言い方になるわけです。それで時間制限もなくなったんじゃないですか。そういう形になりますね。IT 関係なんかでね、ずっと働かされると、そういう流れとか、改革ですかね、本当に。企業のための改革じゃないですか、あれ。改革っていうといいイメージなんですけど ね、そういう美名の下での改悪じゃないですか、いいとこだけをこうアピールして、実際はそこまで私たちの願いにはなってない、本当にフルで働いてきちんと将来設計もできるような働き方をしたいのに、逆にそれを制限されてしまって、そういう非正規、好むと好まざるとに関わらずみたいなところでもうそういう枠しかないという、だからうまい具合の調整弁ですよね、その企業にとってはですね。だからそこにもうすごく追い打ちがかけられたっていうのが、このコロナでもうものすごく増えたことでの弊害がもうあからさまになって、本当にそんな感じだと思います。先生、逆にお聞きしたいんですけど、昔は、本当に仕事がないから、戦後失態事業とか言って国が仕事を作っていったり しましたよね。でそれが高度成長時代にわーっとなっていって、でみんなそう中流意識になっていって、で先ほどおっしゃってた生活が安定していって、そんなにその
なんていうんですかね、苦しいという感じにはならなかったんですけど、常に働く働けで右肩上がりの、その要するに、24時間働く選手みたいな、はい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 、そういう流れになっていって、うんうんうん、日本人の気質のところにそれが定着していったと、うんうん、だけど世界からも日本人って言ったらもうあのね、うん、あの勤勉に働く働き鉢みたいな猛烈社員みたいな、ね、そうなんですね。だけど一人一人が、実際にはやっぱ弊害が出てきたのがもう見えてきた時代には、この失われた20年と言われる間は、そういうその自殺者も増えていくし、一人一人がその働く心の安定だとか、ライフ、仕事との、暮らしとのバランスが崩れていく、ライフワークバランスが崩れていく。だって楽しく生きる、うん、豊かに生きるために働いてるんですもんね、うん、働けば働くほど苦しくなってくる、生き方が苦しくなってくるったら、これは矛盾してますもんね、うん、そうなんですね、うん、で、そこで本当は、労働組合というのが日本は一歩発達してきてはいたんですよね、うん、それが、要するに社会運動としての、働く個人一人を守っていくというあれがなっていたんですけど、だんだんそれが崩されていって、企業の論理だったり、うんうん、政治が逆にその最低賃金を決めていくという、うんうん、今の、ね、流れになって、最低賃金沖縄も低いですよね、低いんですね、うん、どうその自分たちは力を寄せて自分たちの働くということを守るかどうかというのが、うん、今なくなってきているような気がするんですよね、もうどっちかというとその政府 の, その働き方改革に どっかでこう任せているというか、うん、それを少し自分たちワーカーズコープというところは共同労働という、まあ、みんなで働くことによって、コープというのはコーペレーション、共同でということですね、共同ですね、その共同で、その地域を作っていく、働く場所を作っていく、みんなで、昔のユイマールですよね、沖縄、じゃあ出資するのも働く人がお金を出し合う、企業が、うん、出資するわけではないではなくて、うん、一人一人の、労働者、働いてるワーカーズが、うん、一人一人が出資して、一人一人が組合員なんですよ、うんうんうん、でだからその経営してどういう働き方をしたい、どういうその事業をやりたいかっていうのを自分たちで決めていく、そういう形で、じゃあ働く人イコール、うん、企業人みたいに、経営者、はい、ちょっと強く言えばですね、言えば、はい、まあ、大きく言えばそうです、事業の主体者、ざっくり言えばみたいな、はい、主人公ですね、一人一人、はいはいはい、そういう形に、うん、民主的な働き方にこれが、実際にはなっていくだろうと、うん、なっていきたいということの自分たちもありましてですね、うん、今日はそういう話も少しさせていただければなと思っています、はいはい、そうですね、お二人、比嘉さんはこのワーカーズに入られてもう6年間、はい、やってきたと、で、えりこさんは今回の今年 の退職を機に、はい、ワーカーズの方に入られたということで、はい、でじゃあ比嘉さんの方から、うん、ワーカーズについて少しお聞きして、うん、後にちょっとえりこさんにこのなぜ入ろうと思ったかとかね、はいお聞きしたいと思います、はい、今先生がおっしゃってた出資という考え方ですよね、うん、通常の株式会社だと株主がいて出資をします、うんうん、でその出資を、ベースにして事業運営をしていったりしますね、だから株主が一番その出資した、うん、一番上にいる、はい、で次にいるのがその働いているそのまあ、従業員の中でも経営陣というのがいます、うん、経営者ですね、はい、で経営者がその、事業を、自分たちでこう経営会議の中で取締役会とかで決めていって、はいはい、こういう会社にする、こういう事業をやるんだということをやります。でそこが今度は雇用を、募集して、で従業員という呼び方で、その一人一人の労働者を雇用していきますね、うんうん、でそういう縦の関係を作っていくのが、まあ、一般的な企業のあり方、これまでのですね、はい、株式会社のあり方、うんうん、だけど先生が先ほどコーポレーションって言って共同組合、はい、労働者の共同組合なんですね、うん、ワーカーズコープ、うんうん、で出資するのは、一人一人の組合員、うん、つまり
働いてる人が組合員イコール出資者なんですね。だから株主からお金を集めるんではなくて自分たちで元手を作るんですね。そういった意味では自立した組織体系が作りやすいんですね。まあそれが一番大事なところで、みんなの力を寄せ合って、基本事業資金を自分たちでまず作っていきましょうと。で足りなければもちろん銀行からの借り入れとかそういうそのあと寄付とか募ってはいけるんですけれど、それをですね、労働者協同組合法というのがこの10月に施行されました。世界から遅れて50年ぐらい遅れて労働者の協同組合ができたんですね。法律がこの法人格を持つことによって、銀行から借り入れをしやすくなるし、行政からの委託業務管理業務をもらいやすくなる、つまり組織として成立していった行くというのが今回のこの法律の一番大事なポイントですね。で、その出資者がみんな働いて今度は、この法人格を使って組織化するときに、経営者がいませんから自分たちで意見反映をする、これが2つ目ですね。民主的にとことん話し合うという、もちろん1人1票出資金額に応じてではなくて、出資する1人はみんな少なくても小さくても1人1票で、最終的にはその決議権をみんなが持ってますよと。でこれが株式会社だと株お金を持ってる株主の方がポイントが高いんですよね。力が強い、はい、でそこでみんな方針がこう決められていく。今よくなんかツイッターとかいますよね、買収してバーンと買っちゃってで1万人解雇だとかって、ツイッターのそうそうそう新しいボス、はいはい、そういう現象がやっぱ起きるんですよね、この時代。だそういう形はなしよということで、一人一人が一票 でとことん話し合うというのがやっぱポイントなんですね、それを、ずっ と,、この話し合いで決めていく、みんなの意見を反映させるということを徹底するというのが一番大事です。で3番目にはみんなで働くということですね、労働に従事 しようとお金だけ出してくださいとか口だけ出してくださいとかという形はなしよというのが基本原理ですね。この3つが、考え方が共同労働という考え方なんですね。この共同労働を実現するために労働者協同組合法っていうのができて、労働者組合っていう法人格ができたというのが今の流れです。労働者組合法ができたのはいつとおっしゃってますか。施行されたのが労働者協同組合法は10月の、このさっきの10月の1日です、施行されたの。本当にまだほやほやなんですね、もうこれ50年遅れなんですか。50年遅れそんなに遅れてたんですか日本で。先生ワーカーズが具体的な形として今動いているのはどういう目、私たちの目に見えて見えるものとしては何がありますか。例えば学童とかですね。学童、はい、学童クラブとかありますね今、NPO なんかがよくやっている、はいはい、あと放課後等デイサービス、放課後に子どもたちが集まってそこで時間を過ごしますという、そうですね、はい、で障害を持っている子、ちょっと生きづらさを持っている子たちが今度は放課後等デイサービスというところとか、はいねはい、あとこれらはみんなワーカーズの方での働き方でやってます。みんなというか、ね、NPO で今までやっぱり法律がなかったんで、はい、NPO 法人でそれを仕事としてやってるんですね。であ と,、一般社団だとか企業組合の法人格を持ってそういう仕事をやってたりします。例えば清掃事業、病院の清掃とか、役場の清掃事業も、そういった、エッセンシャルワークって言われている部分の仕事も事業所で持ってたりします、で、あと面白いのは今回新しくワーカーズコープに仲間に入る宮古島の狩俣地区ってあるんですね。で一番端っこのとんがったところなんですけど、あそこの自治会が共同売店持ってるんですよ。共同そこのお惣菜部門をワーカーズコープでやりたいということで今申請をもう出しているところですね、法務局で。例えば、はい、そうなるとどういうふうに違うんですか他のところと。自治会が、はい、村とかが、はい、
主導ではなくて、はい、でそこで働いている7人のお母さん、はい、あの地域住民が組合になるんですね、うん、で自分たちでワーカーズコープを作ります、はい、で自分たちで自治会ではなくて自分たちで運営方針決めて自分たちで給料も決めてこういうことやりたいねということも自分たちでみんな決めていくんですよ。あの要するに、あの自治会にお伺い立てるんじゃなくてあの自分たちで組合を共同組合だからそこでみんな賄っていく。あ、そう、そうするとあの例えば食べ物とかお惣菜を出すお店も、ね、自分たちで決めて、はい、自分たちで交渉して、はい、そこに出していくわけですね。出していくんですね。 あと幼稚園とか保育園のお弁当もそこのメンバーで作ってるそうです。だからこれも、このワーカーズでやりますということと、あと、お年寄りの送迎、あそこは電気自動車が国の補助で2台あるそうです。だから病院行ったり郵便局行ったり買い物行ったりっていうのもこのちょっとお金ワンコインいただいて、事業にしていきましょう。あ、自分が運転してやりますよと、はい、サービスを提供しますよ、はい、そういうことです。つまり地域の困りごとが、そうするとあれですね、みんな寄ってくる小さなこのコープっていうのかな、ワーカーズがいろいろな、はい、あの需要と供給に応じて、はい、こういうのが必要だなと思ったら自分たちで集まって立ち上げて、はい、立ち上げると、そしてそれを提供していくっていうのが、おっしゃる通りです。あの自由にできるという感じがありますね。はい、この法律で自由にできるっていうところが2つあって、はい、1つは NPO は、はい、要するにあれも厚労省の総務省かな管轄なんですけど、県に届けで認可をされないと NPO できないんですよね。要するに許可しないとできない、認可制なんです。そうするとこの法律で守られてるんですか、うん、あの認可されなくても自由にできる、そういうことおっしゃってる。素晴らしいですね。申請主義、実際に申請すれば法人格を法務局で取りますよね。そしたらそれでも通るんでしょ。あと県に作りましたっていう報告をあげれば、じゃあ、うん、あの私たち一人一人がその権利を持ってる。あ、そういうおっしゃる通りですね。そうしますと、うん、特に女性が働きやすくなりますね。そうです。自分たちで工夫して、で、あの特にあの主婦ってどこら辺が困ってるとか分かるじゃないですか、ね、生活してるの で、はい、でね、だからここら辺が必要だなと、これが必要だなと思うところを少人数でも集まって仕事として立ち上げてやっていくと、はい、そうです。これいいかもですね。はい、また CM になります。はい、はい、あ、具体的に話されると分かりますね。から味噌の話、結構先見せたよね、おから味噌のね、あのお味噌、あのお家に来ていただいた時、あ、そう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 、あ、そっか、あ、そうか、そうなんですよ。だから、あ、具体でいいよね。それもいいんで、カフェとかやってる人もいるし、保育園とかね、やっぱり、うんうん、だから今あの拠点、今もう目をつけて、もうあのやがてあの契約しようと思ってる物件あるんですけど、そこで私もちょっとミニカフェみたいなやりたい。あのうちの息子から焙煎するじゃないですか。そう、夢を。だからそうそう、あれやりたい、これやりたいと思うのをここになんか詰め込む。はい、あの先ほどあの都の狩俣区域ですか、はい、そこで7名の
お母さんたちが集まってお惣菜をこうあちこちで提供していくっていうのを、うん、あのこのワーカーズの仕組みで、はい、やるという具体的な、ね、話を聞くと仕組みがよく分かりましたね。えりこさんはあのなぜこ の, あの、ね、退職したらこう、うん、はい、ワーカーズだ と, そう、先ほども申し上げたようにその今 の, こ の, あの格差とか、うん、その生きづらさ生み出した最根本の原因なんだろうなっていうようなこともいろいろ考えたときにですね、やっぱりこの今言うあの働き方とかそういうところの見直しとか私たちが望むあの仕事っていうものを作り出すワーカーズにすごく魅力を感じて可能性を感じてですね、あのそこにあのまた希望、あの今あの仕事を失ってるママたちやあの何かもっとあの地域のためになる仕事をやりたいと思ってた方たちの受け皿にワーカーズぴったりじゃないかなって、理念とかですねその求めてる、そうそうそう、そうだから地域の困りごとを仕事にする、地域で求められてるものは何かっていうその地域のあのに住んでるものとして何ができるかっていうのを考えた、ね、地域に住んでる人だからこそ不足してるものが分かりますもんね。 そうなんです。その中であの先ほどから食の話も出てますけど、うんうんうん、食であのいろいろあの活動しているあの浮島ガーデンの中曽根直子さんというところ方からまた提案があって、であのこのカフェを経営してたけどコロナでもうあのお客さんが激減して何か作るものがないかということでお味噌作りにチャレンジして彼女が、やりだしたおから味噌がですね今本土の方とかいろんなところですごいあの爆発的にあのニーズ売れて、そう、発信して売れてるんですか。そう、もう材料にこだわっているお味噌がもうすごいあのニーズが高くて、だっておからって結構捨てる人多いですもんね。そうなんです、はい、あの廃棄処分が多い、うん、おからをですね再利用するっていうところで、うん、あのやっぱりあのアップサイクルですか、そういったところで SDGs の観点にも合ってるっていう、うん、廃棄ロスにもつながって、そういったもいいことづくめの食物繊維だから、そう発酵食、そう発酵食品とか食物繊維、うん、もう本当にあの全てがあのもうなんていうのあの叶ってる、うん、その味噌を通して、うん、あのワーカーズの仕組みを使ってですね味噌工房を作って、このお味噌の場合は何名ぐらいかかってます、うん、ねえ、これからだからニーズ、そう今はまだ始めてないので、今拠点、はい、拠点を、はい、あの浮島ガーデンの方ではあの味噌作りすでにあのやってらっしゃるんですけれども、そこでが手狭だったり人手が今ちょっと不足しているような状況もあって、だからこ の, あの場所を移してですね新たに味噌工房っていうところをワーカーズで作って、そこで収益をあの内地発送も含めてですね収益を上げながら家賃や光熱費も人件費も賄えるぐらい自立経済を自分たちであの生み出して、そしてあの、この拠点の中でカフェを作ったり、あのお母さんたち の, あのミーティングの場所とかいろんな勉強会だとか、うん、いろん な, かなんか女性が生き生きやりそうな、そうそう、なんかあの感じですね。そうできる楽しみを、ね、あの私たちで作っていきたいなと思ってやっています。何、うん、か宣伝もね、あのあるということで、ちょっと宣伝はこちら見せながらどうぞ、はい、こちらお願いします。12月の24日イブ、クリスマスイブなんですけど、でも午前中だから皆さん来てもらえるかなと思うんですけどね、県立博物館美術館で中村哲さんの映画を上映します。働く意味、生きる意味をですね、仕事を通してこの、哲さんのことをちょっとみんなで考えていこうと、でその時に今のワーカーズコープの働き方も少し提案していきたいなと思ってます、うん、なぜあの中村哲さんとワーカーズなんですか。あの哲さんの考え方って人のために仕事生きるというあのやっぱり哲学があるんですよね。仕事は、やっぱりワーカーズもそうなんですけど、地域社会とか人のために仕事をしていくという究極の考え方がすごく共感するので、うん、働くことがあの生き生きと生きることにつながるような、そういうことですね、うんうん、であと先生がおっしゃってる平和につながるんですよね、うん、そうですね。アフガニスタンとパキスタンでね、はい、彼は頑張りましたよね。特にアフガニスタンで、そうですね、あの仕事を作り出したもんですね、うん、そういうことなんですね。それが平和の安定につながっていくという考え方ですね、はい、そういうあのであとあの2月の12日は、浦添市の手だこホールでもありますので、うん、それを24日が行けない方はどうぞこちらの方もおすすめします、うん、はい、うん、
なんかあの中村哲さんのこの、 あの映画一つ、映画っていうかですね、ドキュメンタリー見ましたけれども、うん、あの空をですね米軍機がギューンと飛んでいくんですよ、ね、で哲さんは腕を見上げながら、うん、彼らはこれで人を殺すために飛んでるけど、うん、自分たちはアリのようにこの地面に這いつくばって生かすために、うんっていうようなね、ちょっとつぶやきをね、なんか聞いたような記憶があるんですね。すごいですよね。本当にその沖縄の人って、あの平和賞、沖縄平和賞第1回目を哲さんに送ってるんですよ。これは本当に先見の目というかね、ありますね。沖縄の心が哲さんとのやっぱり つながりがやっぱりあるんだと思いますね。彼は弱者のために本当に捧げましたね、人生を。本当にそういう大人になりたいですね。そう、あ、大人になってるな。十分大きいですけど、す一遇を照らすという言葉 ね、はいはい、ね、すごく哲さんがおっしゃってた、私たちもそういう一人一人で、うん、あの光が当たらないところ、うん、みんなに喜ばれる社会ってなんだろうっていうのを本当に追求してける、ね、お互いでありたいなって。一人の力は本当に、ね、小さい魅力だけど、ね、魅力だけど、はい、3人集まって、うん、5人集まって、そうそうそう、7名集まって、はい、ってやっていけば、はい、そこからなんか光が出せるんじゃないかと、はいはい、無力じゃないということですね。で、哲さんは一人でしたけど、うん、たくさんの人集めましたもんね、うん、中村哲さん。そうなんですね、はい、うん、今ペシャワール会福岡にあるんですけど、はい、あの本当に大きな組織になって、うんうん、年間20億ぐらい扱う組織になって、すごいですね、20億、うん、はい、お疲れ様でした。